マジで叶うの速攻でした。引き寄せたいなら、自分の心の持ちようとか、環境、周囲の人をレベルアップした上で引き寄せるべし。もっとすごいのが来るから。前に書いたんですけど、大きな悩みも特になく結構幸せで、すでに地盤がいい感じだった私が引き寄せに出会い、その時初めて引き寄せを試したんだけど、マジで叶うの速攻でした。引き寄せをうまく使いこなすには地盤の硬さ、丈夫さ結構大事だと思います。幸せなんだと自分にすり込めばすぐ叶うよ。あの会社の社長さんと話してたら、大体何事も思った通りになるって言っててさ、すごいよねあの人って営業さんが話してたのが聞こえてきて、ああ引き寄せで成功した人だと思いました。やる気があるから運が巡ってくるのか、運があるからどんどん動けるのかわからないけど、引き寄せ思考の社長とか芸術家って多いよね。やっぱり何かを作り出しているんだろうな。諦めてもないはず。見習いたいね。私は負の感情にとらわれないようにしたい。仕事の同僚間で嫌なことあって、もやもや、悔しい、許せない、もう信用できない、また嫌なことが起きる。という負のループに陥らないようにするには、って考え込んで結局もやもや、もう忘れる、もう考えないぞ。麻生太郎が言ってた、朝は希望を持って起きる。昼は真面目に仕事。夜は感謝して寝る。これを実践したい。今同じ状況です。せっかくの休みの日でも、嫌な人が頭から離れずもやもや、完全に他人軸になってるなと思います。どうにかこの状態を抜け出したい。実際は何も今は起こってない。なのに嫌な人に時間を使っててもったいない。どうせなら自分や好きな人に時間を使いたいよね。やはり自分がリラックスできることして思考を変えるしかないです。気を紛らわすというか。あと、自分は運がいいって自覚させることかな。言ってみたり、書き出すといいですよ。自分がどうなりたいか願いを素直に出すのもポイントです。最初は慣れるまで大変だけど、ここ続けていけばよくなりますよ。確実に引き寄せました。うちは子供がいない夫婦なんだけど、いつも子供がいたらきっと私の隣の椅子に子供が座ってるんだろうなぁなんて考えてた。口にしたことはないし、紙にも書いてないけど、空いてる隣の椅子を見ていつもいつも思ってた。そしたらなんと庭に野良猫が現れて、あっという間にうちの子になり、その子が甘えん坊で、毎日私の隣の椅子で寝るようになった。今は隣の椅子は猫ちゃんの椅子になりました。神様ありがとう。とても幸せです。わあ、猫ちゃんよかったですね。絶対ありますよね。自分は仕事つまんなくて、辞めたいなんて思っていたら、仕事でよくミスしてさすがにやばいと思って思考を変えたらいい方向に動きました。やっぱり幸せになりたいのなら明るくいることですよね。ありがとうございます。あれよあれよと本当にトントン拍子で、何か運命感じました。このことはいつかこのスレに書こうと決めてました。願いや夢はいろんな形では叶いますね。本当、小さな幸せたくさん見つけて、明るい気持ちで過ごしましょうね。犬猫とかペットたちとは運命って本当にあるなと感じています。最近は日々学びだなと思っています。本当に嘘みたいに思考に注意していけばいくほど好転していきます。人生捨てたもんじゃないですよね。関西テレビで結婚についての悩みをやっていた。筒井夏樹さんというミスユニバースに選ばれた方の助言がすごかった。なんとマッチングアプリで100人の男性と会ったと言っていた。マッチングアプリって安全性は大丈夫なのかと、時代遅れなのかもしれないけど、この方は自分が納得した男性と出会いたいからと行動したとか、結果 IT 起業家と結婚。生い立ちも苦労されたようだが、
常にバイタリティあふれて、自分がこう思ったらこう立ち向かっていくみたいな気合が感じられた。自己肯定感めちゃくちゃ高そうだし、生き方が参考になったよ。ほう、すごいね。この人には行動が引き寄せになっているんだと思う。引き寄せってコツなんてその人次第だよね。私は仕事もお金も結婚も子供も引き寄せられたけど、ここに書いてる方法ではなかった。ざっくり言うと、心の声に従って動いたらついてきた感じ。例えば、理想の人と結婚したい。と思った時、聞こえてきたのが、まずは出会うための行動だよ。そして、自分を磨く。だった。当たり前っちゃ当たり前なんだけどね。行動に移して2週間で理想の彼氏ができて、すぐ結婚の話になり、結婚した。仕事は子供の頃から憧れていた仕事で、心の声が聞こえてきてそれに従ってただけだし。心の声ってびっくりするくらい当たり前のことしか言ってこないです。資格取りたいな。試験日、応募資格、費用を調べて条件をクリアしてから勉強しなさい。くらい当たり前のことしか言ってこないです。いやいや、それはもちろんわかってるけど、と流してしまうような。私もわかってると流してしまい、逃してしまったものも多いです。コツとしてはそれを無視しない、ということくらいでしょうか。アラフォーですが、結婚引き寄せできますかね。アラフォーですが、とあえて言ったのはなぜですか。もし引き寄せられないとしたら、自分の心のどこにブロックがあるか考えてみたらいいと思います。あなたが勝手に作ったブロックですよ。百貨店にお勤めの人が、うちの店には女性従業員が数百人いる。40代50代で恋愛結婚してる人ゴロゴロいる。そんな年齢で結婚なんかできない。私の周りにはそんな人いないってみんな言うけど、それは単に知り合いの数が少ないから。私はこの目で見てきた。ってきっぱり断言してたよ。僕も百貨店勤務だけど、これは本当そうだと思う。独身者も多いんだけど、40過ぎてから結婚、再婚する人がやたら多いよ。百貨店ではないけど、うちもそうだったよ。それにみな幸せそうだった。落ち着いてから相手を見極める方がいい場合もあるからね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。